レバ刺しが食中毒で禁止になった時に赤いこんにゃくをレバ刺しって言って焼肉屋さんがなんか出さざるを得ないみたいなニュースをなんとなく覚えてて、模擬の肝臓をこんにゃくで作れるんじゃないかな。今度こんにゃく屋さんと会うんだなっていう話が混ざり合って、僕ちょっとこれから臓器とか作りたいんだけど一緒にアドバイスもらえませんかっていう話をして、作り方とか教えてもらったりして、そういうところもあって始まりました。まあ、定価が2,500円、3,500円、4,000円、みんなが20万30万する臓器で練習してたら、やっぱりそれは医療費も高くなっちゃいますし、まあ、逆に言うと病院側も大学側も予算がない、とにかく安いものでないと練習にポンポン使えないと。お豆腐も試したし、寒天も試したし、まあ、ゼリーとかああいったものも試したし、まあ、結果的に今はそのこんにゃく粉を使った模擬臓器が一番そのリアリティが高いなと。基本的には使い捨てです、まあ、捨てるにしても生ゴミですから環境負荷が非常に低いだろう。冷蔵庫に入れといてもらえれば3日ぐらいはまあそのまんま持ちます。先生方に言わせると、その剥がすとか裂くとか切るとか書き分けるとか、まあ、そういったことの方が本当の手術の場面ではたくさん多いわけで、 VDT はじゃあこの部分に何ミリのその腫瘍状のものを埋め込んどいてっていうのは工業的にはちゃんと作れますから。実際の人間の臓器がどんな硬さを持っていてどんな強さを持っているかというのは、やはり医師ですとか我々のような生態工学をやってる人間でないとわからない部分ですので、細かくコメントしてさらに良い製品を作っていただいたと。医療機器ではない製品で、しかも割と手軽な価格で手に入る、外科に興味を持つ子どもたちを今よりもっと増やすことができるというところにも貢献できると思います。時はラジコンとかミニ四駆のタイヤで言えば100万個200万個っていう注文がどん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 増えていって、ブームが去ったりだとかリーマンショックが来たりだとか、一気にゼロに近いぐらいまでドーンと落ち込んでしまうとか、下請けだけではやっぱり厳しい、自社開発した自社製品を持ちたいと、そこからずっとそういうチャンスをいろいろ狙っていたというか。本当にその医療の世界で浸透させようとした時に、この町工場でいいものできましたって言ってるだけではとても広められないなと。医療に特化したことぶきメディカルっていう会社をちゃんと作って、大手の医療機器メーカーで20年間ずっと営業のマネージャーとかをやってらっしゃった方と、じゃあ一緒にやろうと。手術に臨むにあたって、僕らが作った道具で練習したからリラックスしてできたとか、10年後には世界中のお医者さんが、あ、僕も学生の頃この VTT で練習したよとかね、と言って、くれるような、まずそこを目指したいなと。